背番号23番だったらルイス。さあ未公開来るか。AJ ユナイテッド。さあ、ということで、僕がここに一人ということは、そう、ドッキリではないんです。ということで、ただ何をするのかというと、今回今 FP で、アーセナルとチェルシアが来てるんですよ。はい。いますね。そうです。ダビド・ルイス当てれたら、ダビド・ルイス選手の未公開映像を流したいと思います。ということで、僕今ここに一人なんですけど、これから樹海さんにも、別の場所で引いてもらって、どちらかがダビド・ルイス選手出たら、去年の夏にですね、ダビド・ルイス選手と直接会った時の未公開映像をここで公開しちゃおうというね、特別企画になってます。あと、今月の28日、もう明後日なんですけども、僕たちの単独イベントが開催されますんで、一般発売はね、明日27日の深夜までやってますので、先行の抽選ね、外れてしまった方は、ぜひ購入して、遊びに来てください。お願いします。ということでですね、やっていきましょうか。で、チェルシー、やばくね、これ。缶ってすごいことになってるぞ、これ。これすごいな。能力ね。パスは出せるわ。これね。ボール出してもある。そして、スピードもこれ上がるんじゃない？だから、育てれば。ただね、前回はね、めちゃくちゃ強すぎたっていうか、勝ってのスピード91ぐらいあったんで、そこはちょっとね、減少されてますけども。見てください、ここ。ディフェンスセンスね、もうこれ、完走すると思います。で、ボールダッシュ。いや、これはちょっと、守備的なちょっとねディフェンシブミッドフィールダーとしてめちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思いますね。アスピリクエタは持ってないんですよね。なのでまあ引けたら右サイドバックってあんまちょっと僕持ってないので、ここ引けたらめちゃくちゃ強いな。うわいいな、ディフェンシブのサイドバックはめちゃくちゃ欲しい。ということで、アーセナルも見ましょう。ダビド・ルイス、ダビド・ルイスどのぐらい上がるんだこれ。うわマジかっけえじゃん。うわすいません、しかもボランチもいけるってね。でシュートもいける。だからやっぱりダビド・ルイスといったら無回転シュート、あのフリーキックがやっぱ注目かと思うんでね、ちょっと獲得したらぜひ決めたいなと思います。注目するべきなのは、いや、オバメ。多分オバメはとんでもないでしょ、これ。はいはいはい。もう、これマックスまでいきますね。で、ダビド・ルイス、弾けたら、未公開映像流します。まずは、チェルシーからいきましょう。1回目。え？来た！よし！噛んできたぞ、これ。噛んできた。やったぜ。これはちょっと使っていきたいと思います。アスピークエーター狙うか。さあ、2回目。これ、マジで緊張すんな。お！決めました！これ狙い通りすぎないか、ちょっと。今回超来てんじゃん。いやー、個人的にはエイブラハム、もしくはアリソン。アリソンじゃない。ウィリアンね。リバプールですね。ウィリアン。背番号10番、新しい10番ね、アザールから引き継いだ10番、エイブラハムですね。若手のホープ、エイブラハム選手ですね。総合値94、まあ、38ということで、エイブラハムゲットしました。チェルシー終わりましたんで、次アーセナルですよ。行きたいなと思います。待ってよ、ルイス、この2人ぜひ当てて、まあオバメもね使いたいっすね。さあ行きましょう。背番号23番だったら、ルイス。さあ、未公開来るか？お？確定だ。未公開。確定です。よし。てか、すげえな。引きすごくないか。引きやばいな、ちょっと。怖いんだけど。あれ？ちょっと待って。もうこれ確定だから、これ樹海さん引く意味ないんじゃない？一応、でも、ね、何が出るかとか見たいと思うんで。一応引いてもらえますか。続いてはスパイク違うんでね、ベジリン、ベジリン。え、ちょっと待って、すごいな。さあラスト、オバメか。待ってよ、グエンドジ。ん？ダビド・ルイス似た響き。これすげえな。おお、結構いいんじゃないですかこれ、マジで。早速ちょっと一人トレーナーにしてちょっとぶっ込んでみますか。
22か、これ。あー、いかなかった。まあまあまあ、いいでしょう。いや、勝ってはちょっと嬉しすぎんな。サウル入れるか。はい、どう？結構上がるんじゃない？マックスいくか。全然上がんない。はい、ということで、僕の方はこんな感じでした。ということで、次は、樹海さんの番です。あ、もしもし。うん。今引いたわ。俺も引いた。そうなんですよね。今引き終わりまして、はいはいはい、ちょっと樹海さんに引いてもらおうかなと思ったんですけども、もう引いたのか。そうだよな、もう時間的にもう危ないもんな。そうなんだよ。俺もね、さっき引いたばっかなんだよ。あ、そう、多分ね、俺多分 A さんと、多分全く同じ時間帯ぐらい。いや、絶対そうだよ、絶対そう。引く時の時間帯見れば多分、どのぐらいか分かると思うけど。そう。まあ、今終わりまして、次、樹海さんっていうね、順番で一応動画では回してるけど、もうダビド・ルイス2体来ましたわ。嘘来ましたよ。マジで。で、まあ、ダビル・ルイス、もう俺出たんで、まあ、樹海さんは、ね、引かなくても本当はいいんだけど、まあ、結果的にね、やっぱガッチャを見たいっていう人がやっぱいると思うんで。ですよね。まあ、ちょっとね。引いたのに、非公開はちょっと嫌ですよね。いや、非公開でじゃあ。待ってよ。やだよ。ちょっとこの、ちょっとなんて言うんだろう、バトル形式で別のね、ところで今撮ってますけども、はいはい、はい、もう引いちゃったんですよ。いや、俺も引いちゃいましたよ。で、まあ、今、ルイス選手が2体引いたってのも聞きましたよ。で、ルイス今出てないんだよね。ああ、まあ、その他の選手が、まあ、来るということで、樹海さんのガチャシーン回していただいてよろしいでしょうか。はい、一応ね、ルイスの仲間は出てるんで。ルイス、おいおい、それ待ってよじゃねえのかよ。ね、もっと広い意味かな。まあちょっと楽しみにしときますわ、公開を。樹海さんのガチャ動画ということで、はい、どうぞご覧ください。お楽しみに。はい、やべえ、緊張する。さあ、誰来る。はい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 、9番ということは、お、エイブラハム選手か。 OK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  勝ってマジで欲しい。頼むよ。で、ここにダビちゃんもいたんだもんね。勝った。まあちょっとこのエブラム選手はトレーナーにして、いや、さすがに3体連続はないと思うけど、お願いします。頼むよ。まあここ同じなんだよね。29番、控えよともり選手。だって確か年齢めちゃめちゃ若くなかった。あ、その前か。22歳、エイブラム選手も22歳なんで、22歳引きか。さあ、本番はこっちよ。アーセナルね。欲しいね、ダビド・ルイス。よし、とりあえず行きますか。ね、もう結構時間がギリギリなんすよね。頼む、1回目。どうだ？お？あ、8番じゃ違うな。はい、元レアルのダニ・セバージョス選手来ました。ドリブルと、まあ、パス系高いっすね。まあ、もうテクニシャン系だよな。さあ、あと2回、頼むよ、マジで来い。さあ、キーパーだー。まあ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 、FP で持ってない、まだ例の持ってないから。ラスト、いや、タビちゃん、カプリア、やめてくれ。ダビちゃんではない。やばい、来た。嬉しいんだけどな。オバメ来た。うわー、ありがとうございます。はい、ということで。オフサイド。ゴーキーパー。おお。ゴーキーパー。うわあ。ダビちゃんと友達になったからこそできた勝利だと思ってますよ。めちゃめちゃ強かった。めちゃうまい。めちゃうまい。マイフレンド、マイフレンド、マイフレンド、ダビちゃんです。ダビちゃん、チャンピオン、チャンピオン、チャンピオン、ダビチャンピオン、チャンピオンです、チャンピオンです。 Thank you Japan、 友達、 Thank you。